さあ本日私は、11月23日ですね、本日私は古源中学校にですねお邪魔しております。まあ、11月23日お休みなんですが、何やら生徒さんたち集まっております。これからですね、高校入試のですね合格祈願のウォーキングラリーというウォークラリーという形でですね、出発するということでございます。さあ皆さんね、3年生の皆さんでございますが、ぜひねこのウォーキング頑張っていただきたいと思います。コースの方はですね、読谷村をね一周する形ということでございます。ここ古源中学校を出発して、イラミラバイパスからですね、ザキミで、その後にですね、読谷小学校前、丸大前、など通って、最後にまたここ古源中学校に戻ってくるという中2キロぐらいのコースというふうになっております。ぜひね、合格という形でぜひ皆さんやってますのでね、保護者の方も応援に来ています。さあそれではどんな方がいらっしゃるのか、インタビューも交えてお届けしたいと思います。だからもう11月12月もうやがて受験まで1桁2桁になろうとしてますよ、ね、あそろそろもう元気をかけてね、この受験に向けて頑張らないといけないなと思って、でそれで今日こうやってね皆さん一緒にこう、受験にね受けるこの気持ちというか機運作りということで今日の、3年生の行事があると思うので、ぜひですね今日は歩きながらね、まあ、受験についてもいいし雑談しながら、これ歩くととてもねいろんなことが浮かべてね、すごく楽しい会話ができますので、楽しい会話で会話をしながら、あるいは悩み事とかね、どうしようとか学校どうしようとか最後のまとめだよとかね、そういった話もしながら、はい、それでは生徒の皆さんにちょっとインタビューしてみたいと思います。おはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。はい、今日はこちらで何が行われるんですか？合格祈願ウォークラリーです。合格祈願のウォークラリー。ウォークラリー、はい、はい、でどちらのコース回るんですか？読谷ほぼ一周です。読谷ほぼ一周、ね、一応ね、10キロです。11キロ、はい、じゃあ皆さんこれウォーキングということでございますが、まあ、3年生全員でですかね？はい、全員です。合格祈願で、はい、はい、というわけでじゃあどちらの高校行かれるかちょっとだけ教えてください。どこ目指してます？読谷高等学校を希望してます。嘉手納高等学校を希望します。読谷高校です。はい、というわけでお三方今日のウォーキング頑張ってください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、生徒の方にインタビューしましょう。はい、お名前を教えてください。国西瑠太です。今回は合格祈願のウォーキングということですが、どちらの高校希望ですか？今んとこ普天間、普天間の高校に行きたいです。何か希望する学科があるんですか？あんまりないんですけど。じゃあ将来は何になりたいですか？まあ先生。あ、教師。ぜひ頑張ってください。はい、はい、ウォーキング頑張ってください。ありがとうございます。はい、それではお隣に来ていただきました。おはようございます。おはようございます。さあお名前の方教えてください。付着久志です。はい、付着さん。付着さんは PTA、はい、現在今副会長してます。副会長ということで、はい、本日ウォーキングということですが、まあはい、生徒の皆さんどうですか？はい、もう朝から気合い入りまくり、もう元気いっぱいですね。ですね。何の掛け声かわからないぐらいの気合いの入れ方で僕からしたらただ叫んでるようにしか見えなかったんですけど、それだけテンションが高いっていうのを感じました。あ、なるほど。で、ね、まあ、この子どもたちですが、はい、まあまあ、保護者の方から見てですね、はい、まあ、こういうふうに頑張っている姿っていうのはどう思いますか？みんな声には出さないで心で思ってるのは、みんなの一生懸命な姿見た時にやっぱり心打たれて、あくびした時の涙なのか、ちょっと心にグッときた涙なのかわからないですけど、人それぞれ あるのかなと思ってます。はい、で本日はもう保護者の方も、まあ、交通ルールの整理という形でいろいろ多く来てますので、ね、はい、60名ほどスタッフで子どもたちのワランチャーのためにですね、安全見守りたいということで、はいはい、やっているということでございますのでね、はい、まあ、地域を挙げて、まだこのね、保護者の方も挙げてですね、こちらが生徒たちを盛り上げているということでございます。本日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。3年6組